こんにちは、アートの扉アトリエ4キッズのリン先生です。この音声メディアではアートを通した教育現場で大切にしていること、どんな視点で子どもたちのありのままを承認していくのか、その環境をどうやったら守れるのかという視点を通して、皆さんと一緒に気づいたこと、感じたこと、学んだことを共有していく番組です。本題に入る前にお知らせです。新しい番組が始まります。その名も林先生のリンゴの木。毎月1回のインスタグラムでの生ライブ配信です。第1回目はこの収録の少し後なのですが、来月の日程も決まっているのでお知らせします。11月は19日の金曜日のお昼休み、12時半から20分間です。通常のラジオとは違って双方向でコミュニケーションが取れると思うので、私も今から楽しみにしています。インスタグラムをフォローしていただいている方、ぜひご参加くださったら嬉しいです。はなまるグループの公式インスタグラムからでも視聴いただけます。さて、今回はオンラインアトリエ4キッズの授業の後に保護者の方からいただく質問や相談にお答えする回です。2年生の女の子のお母様からのメッセージです。開封の儀で色とりどりのお花紙が出てきて、それに心を奪われてしまい、先生のお話をちゃんと聞いているのかなと思うくらい、それらをきれいに並べることに労力をかけていました。結局そのお花紙は大事に取っておくことにしたようです。自分の持っていたお花紙だけで制作していました。もう何回も参加させていただいているので、親は手出し口出しせず見守るつもりでしたが、針金がまっすぐにならなくてお花紙に挟み込むのが難しいと早々に判断した娘は、挟み込み作業は親に手伝ってもらうことにしたようでした。黙々と花を作り、木の枝に巻きつけて出来上がった作品を見て、ほうきみたいだねと言い、アトリエ4キッズが終わった後に母が使うようにとほうきを作ってくれました。また次回も楽しみにしています。質問です。近くに親がいる状況での制作なので、困った時に手伝えることは良い点でもあり、考えさせられる点でもあるなと思いました。娘一人で教室に参加している状況だったら、自分で何とかしようとすることも親に頼っているのかなと感じました。でも以前ならうまくいかずにイライラしてしまうところを、早々に手伝ってもらえばいいんだと切り替えられたところは成長なのかもしれません。こういう場合、別室に行くなど離れているべきでしょうか。私たちもアトリエ4キッズの様子を見るのは楽しみにしているので、いつもは横で見ています、かっこ笑い、というメッセージをいただきました。これね、この回はたくさんの色のお花紙を使って立体的なワイヤーワークも入れてっていうような創作の回だったんですけれども、これあれですよね、別室にいるべきでしょうかと聞きながらも、本当はお母様は参加していたいという感じの気持ちですよね。様子を見るのを楽しみにしているのでって書いていらっしゃるので、オンラインならではなのですが、お家の方も一緒に創作ね、実はされている方がすごく多いです。それはもう黙認というか、私たちもそれを見越して、通常よりも子どもたちが一人で使う分よりもいつも少し多めの素材の量を送っているんですけれども、単純に本当に楽しむ気持ちで参加してくださっているので、それはもう大歓迎なんですよね。そのことが子どもたちにいい影響があるので、で以前はもう本当にだいぶ前というか、昔は初めて参加される方とかは、ついつい口出しをしすぎてしまったとか、本人の表現を尊重するっていうことを分かってなくって、小言ばっかり言ってしまいましたっていうふうに反省される方がほとんどだったんですけれども、もう今では事前にどんな見守り方をすることが大事で、そしてそれはなぜ大事なのかっていうことについてまとめてお話ししているラジオの回がスペシャル回であって、それを聞いていただいてから参加してもらっているので、そういうこともほぼなくなったんですね。
で、お悩みとか質問とか相談とかっていうのはそれを踏まえた上でのことになってきていますよね。アトリエ4キッズってもうただ作品を先生の教えた通りに作るとかいうクラスではないんですよね。自分らしさっていうものを表現しても良いし、どんな作品も、つまりどんな自分らしさを出したとしてもそれは等しく尊重してもらえるものなんだ。自分は人と違うけれどそれは当たり前で素晴らしいことなんだっていうことを、もう作品制作を通して感じるっていうことを大事にしているんですよね。で、その環境を整えるっていうことにすごく意義があって、ただそれが近くにいる、横にいて見ている親にとっては葛藤があったりするんですよね。例えばリアルの教室だったとしたら、もう送り届けてしまえばあとはもう親の手から離れて勝手にその体験を教室の中で私たちとしていたのと違って、オンラインでは全部丸見えになるっていうこの状況ですよね。ただ逆に考えてみると、このオンラインの見えてしまうっていうことのいい面を考えてみたら、お家の方がその自らの子育てのあり方だとか日々の子どもたちとの関わりとかその成長を作品制作をしている様子を通して見直したり深く考えたりできるきっかけにもなってるのかなというふうに感じます。で、この質問者さんも何度も参加していくことで学びを得られて、我が子の様子を本当にそのままありのままにつぶさに観察していられるおられるなっていうのが分かりますよね。開封の儀でお花紙が出てきて、それに心を奪われ、綺麗に並べることにすごく労力をかけていましたとか、以前ならうまくいかずにイライラしてしまうところを手伝ってもらえばいいんだと切り替えられたのは成長かもしれませんとか、ほうきみたいだねと言って母が使うようにとほうきを作ってくれましたなど、彼女のここにこだわったんだなっていう部分だとか、以前と比べて成長したなっていうふうに思われるところとか、発した言葉そのまんまを、その彼女自身のありのままを外側の価値観とかに当てはめて考えようとしたり変えようとしたりするのではなくて、こうなんだなっていうふうに見守っているところにね、価値があるなっていうふうに思いました。で、手伝ってほしいと言った時に、別室に行くなど離れているべきでしょうかという質問ですよね。これは学びの機会を自分自身でやれたかもしれないのにそれを奪っているのじゃないだろうかっていうようなことだと思うんですけれども、これね、実はこの回がちょっと特別で、少しねハードルが難しい高いものを、そういう技術を少し伝えたりする回だったんですね。で、いつもの授業よりもこれはちょっと難しいって子どもたちが感じるようなものを提示した回だったので、これはね実は想定内で、で実際悔し涙を流していましたっていう制作の様子をお母様から何人も実はっていう風にして教えて、後から教えていただいたりしたんですが、これはね想定内な感じで、例えばこれ同じことを教室でやっていた場合、親がいない場合でも、こうしたいんだけれどもここを抑えててほしいとか、自分ではちょっと難しい、一緒にやってほしいっていう風に言われたら手伝うような回です。ね、泣いたりとかもうできないってなったというのではなくて、冷静にね手伝ってほしいって言ったあたりが、逆によく自分で考えて行動したなっていうふうに私も彼女の成長を感じました。で、制作中横で見守っていていいのかどうか、手伝ってほしいって言われた時に対応しない方がいいのだろうかっていうふうな相談なんですが、この子の場合、そしてこの方の場合は、
大人自身が、お母さん自身が我が子の様子をよく観察していて、できないことよりもできたことに注目することができているっていうこととか、何よりもそのお母様自身がアトリエ4キッズの授業を楽しんでいるっていうことが子育てに対してプラスになっているので、一緒にいて手伝ってほしいってお願いされた場合、楽しみながら手伝ってあげればいいよっていうようなことが答えになるかなっていうふうに思います。子どもたちがね、創作するときに自分と対話をしますよね。自分がどうしたいんだろうっていうことと向き合うんですが、私たち大人も自分の心の状態と確認して楽しんでいるのか、それともいいところじゃなくてダメなところばかり見てしまっているのか、もっとこうしてほしいっていうような押し付けの気持ちはないだろうかっていうふうなことを対話してみると、多分答えが見えてくると思います。今回のことに限らず似たようなことで、こういう時どうしたらいいんだろうっていうふうに思うことはあると思うんですが、創作と全く同じで、子育ても人生も正解は自分の中に、あなたの心の中に実はあるんですよね。ですので自分を信じて自分と対話して、必ず答えは自分の中にあるっていうのを信じられるような、そういうことがいつでもできるように、そんな大人になれるようにっていう気持ちでアトリエ4キッズをやっています。それでは最後に歌をお届けします。カリンバでピース。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。林先生でした。
創作をする子どもたちをどうやって見守っていけばいいのか、詳しくはアートに関する子育て本、心と頭を同時に伸ばす AI 時代の子育ての第2章でもお読みいただけます。お手に取っていただけたら嬉しいです。概要欄からリンクを貼っておきますね。